佐々木です。今回は、9月18日の、ビットコインの、ね、価格予想ということで、まあ、昨日ですね、一気に、ビットコインが一旦下がったんで、2、3万ぐらいですかね、下がって今70万円ぐらいの、ですかね、レンジになってますけど、60、結構また下がったのかな。そうですね、6200ドルとかですね、70万ぐらいですよね、日本円だと。それぐらいまで下がって、で昨日だけでまあ一旦ねショート売りをね利確して、またねその一旦少し上がると思うんで、そこでまた上がった後に、売りを仕込もうかなという感じにしてます。で最近ねその、トレードとかを勉強していてすごく思うことは、やっぱりそのまあ当たり前なんですけども、で価格予想なんですけど、これから一旦、今日中か明日中とかね、数日かけて少し上がって元に戻すような値動きになって、その後一気にまた、6000ドル付近まで落ちるんじゃないかなと思ってます。まあ、なぜかというと、今その何時間足だったっけかな、日足とかあと4時間足とか、まあ、1時間足もそうですけど、なんですかね、9月入ってからの一旦少しこれ、ちょっと前までの少し高値ありましたね、そこでの、をトップとして天井として、その脇に今、ちょっと前に、山村を築いている状態なんですね。で今が、右側に今山村をまた築くために少し上がって、その後に下がるっていう流れになるんじゃないかなと思います。でそのどこまで起こるのかとか下がるのかとか、セリクラが起こるのかっていう話ですけども、ちょっとそこはねちょっとどうしようもわからないところなんですけども、まあ6000ドルとか6、ぐらいで一旦止まるんじゃないかなと思います。今までね、4、5回ぐらい、下に行くのを、せき止めてる、まあもう本当に強いサポートラインですよね、そこで一旦止まって、その後にまた、上がるのか下がるのか、そこを割れば一気に下がっていくと思うんで、まあとにかく一旦上がると思うんで、そこで売りを仕込む、まあ今仕込んでもいいと思いますけど、少し上がったところで、まあ今ロング仕込むっていうのはちょっと怖いんで、今はね、ちょっと時期を待って、様子見て、で、まあ、下がり始めてから売ってもいいと思うし、一気に来るんだったらね、っていう感じかなと思います。でさっき伝え、途中まで話した、やっぱりその相場っていうものは上がり始めたら売る、下がり始めたら、上がり始めたら買う、少し上がったら買う、そして下がり始めたら売るっていうのがやっぱり鉄則かなと思いました。村上ファンドの村上さんも言われていたんですけども、要は父のね、村上さん父の教えだそうなんですけど、要は上がり始めたら買え、売り始めたら売れと、当たり前なんですけど、基本的にはそのどこの段階で言ってるのかっていうと、上がり始めって初動ですよね、初動で、買うっていうことです、買う、売り買いをするっていうことですね。まあ本当にその当たり前なんですけど、多くの人が上がり始めじゃなくて上がってから買う、下がってから売るっていうですね、ことを繰り返している人が非常に多いなというふうに思いました。ですので初動で動きを読む、でこれはどうやって読むかというと、基本的にはその、大きい時間足がメインですよね。例えば週足、日足、まあ、8時間とかあんまり見ないですけど、4時間と1時間30分、15分はあんまり見ないですけど、まあ、15分とか10分、5分3分1分とか、そういったふうな形でどんどん狭まっていきますよね。で初動をつかむっていうのは、結局一番は1分足はいいと言えばいいんですけど、大きな流れの中でこれから上がるのか、その、節目というか、そこを、ね、予測しなければいけないわけですよね。常にその値動きっていうのはあるの で大きな流れっていうのは逆れないわけですよ。で大きな流れをぶち抜いていくというか、ぶっ壊すぐらいの勢いで上がっていくっていうのは、まあ、なきにしもあらずなんですけど、特にね仮想通貨で言ったら草コインとかシテとかね、いや急に勝手に仕込まれてるかのように、こう急にねずっとこう平行線だったのを急にボカンっつって100倍とか、100倍オーバーですけど10倍とかね、そういったような形で値動きがあるとか、まあなんか有名なところで言うと、XP とかパックコインとかね、 PAC っていうんですかね、 PAC コインとか、がコミュニティ内で、まあ、どういう動きがあるのか知らないですけど、一気にボカンって上がったりとか、してますよね。してて、今ね妻がクッキーをつまみ食いしてるんで、
ちょっと見ちゃいましたけど。ゆうちゃんずるいよ。食べてたんですよ、クッキーをね。で、何でしたっけ？あ、そう、パックコインとかしてて上がったりとかするんですけど、それ以外に、基本的にはその株も FX も、いろいろ聞きますけど、やっぱ FX は難しいっていうかね、まあどうなんですかね、まあ人によると思いますけど、まあ全部一緒ですよね、全部そんなに難しいもんではないと思うんですけど、要はその、全て仮想通貨も FX も株とか先物とかも全て値動きあるものに関しては、大きい流れにはもう絶対に逆らえないというか、準ずるというか、大きい流れに沿って動くんですよね。だからそのむしろ大きく動けないと思うんですよ。そもそも、ね、大量の資金でボカンって動かすことはできるけども、そうしないわけですよね、大口とか。少しずつ値を変えていくっていうか、自分の持ってきたい方向に駒を進めるためというか、チャートを進めるために、少しずつ売り買いをする。で、そうそう、少しずつっていうのは大口にとっては僕、ね、それが数千億とか、まあ、数百億とかを使って少しずつ値を修正していく。それにつられて、ね、イナゴというか、まあ、僕もそうですけども、一般人とかは、それに追随して、ああ上がったな、ね、1時間足とか4時間足見て上がったな、あ、じゃあ、上がっているんだったら、買いで入ろう、ロングで入ろう。で、そこで上がってったなと思って、そこで利確する。まず大口から利確するとかね。で、一旦下がったなと思え、そこで、次、ショートを仕込む。けども、下がったと見せかけて、大口をまた上げていくとかね。そういったふうにして、そこを刈り取っていくとか、ロスカットを連発させたりとか、強制ロスカットにさせたりとかして、結局その、取引所というか、仮想通貨取引所もだし、FX の、取引所というか、株とかもそうですけど、そういったところもみんなそういうふうにして、要は、ね、何で儲けてるかといえば、結局みんな手数料とか、ね、その誰かの負けた人のお金が、勝った人のお金の手元に入るみたいな、要はカジノとかそういったところ一緒ですよね。そういったような形で、お金が動くので、とにかく、値動きっていうのは初動でつかむ。大きな流れで見て、特に1時間っていうよりも4時間以上ですね。4時間から1日、まあ、僕もずっと見てて思うのは4時間、1日、週足、まず週足で見て、1日、日足で見て、その後4時間、1時間で見て、あ、これは全体的に上がってんのか下がってんのか、大きな流れで全体的に上がってる、下がってるっていうのを見て、そこに対して、あ、じゃあ上がってるんだったら、買いだな、下がっていきそうなんだったら、まあ、あとプラス、そう、大きな流れどうやって見るのかっていうと、やっぱりそこはトレンドラインとか、あとサポートライン、レジスタンスラインっていうのを自分で引いて、そのトレンドラインっていうのにやっぱり順行していきますね。今ビットコインで言うとなぜ下がるのかっていう、ずっとその、チャートの、線を引くとラインを引くとね、ずっと下降トレンドなんですよ、今年の前半から。とビットコインが200、万円以上マークした時からずっと下降トレンドで、ずっと下降してるんですね。ただし、そのサポートラインは割ってないんですよ。6000ドルぐらいとか、65万円前後の、サポートラインずっと割ってない。だからこうずっと今下がってきてて、ずっとそのサポートの今、先っちょに来てるんですね。だからここで下がるか上がるのかっていうところです。だここでずっとサポートされて、今回もサポートされて少しずつ上がっていく流れになるのか、一旦そこで落ちて、サポート終わって、落ちるけどもその後一気に、回復して、そのまま、上がっていくのか。だからこれは、なってみないとわからないですけども、それは柔軟に対応していく必要がある、トレーダーとしてね。で、やっぱトレーダー最強だなと思うのは、やっぱりその、どこに住んでいてもできるし、いますよね、FX でも海外と、を転々としながら FX で稼ぐ人とか、ね、PT とか、パーマネントトラベラーとか、そういった人たちっていますけど、本当にそういう人たちって、まあ、僕もあとネットを使ってお金を稼ぐとか、あと最近インフルエンサーとかね、インスタグラマーとか、そういった人たちとか、あと YouTuber もそうですよね。別にどこにいたって、海外にいたって日本語で話せばそうだし、英語話せるようになれば、英語で、英語圏の人にもビジネスができるわけじゃないですか。ね、すごいチャンスですよね、ビジネスチャンスというか。で、今後はこれがもっともっと加速していくはずですので、ね、全世界のその言語の統一とかもね、あと言語が翻訳機能とかもっともっと進んでいくはずなので、この数年か、ね、この、ここ5年ぐらいを見ても、明らかにその翻訳の能力ってね、Google 翻訳とかもそうだし、それ以外のね、ものとかもすごく発達してるんで、まあ、そういったことを考えれば、かなりね、時代はね、進んでいくので、
そういった時に、まあ、トレードとか、ネットとかを使いこなせないという人は、もうどん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 ね、まあ、そう収入的な面も、社会的な地位もどんどん下がっていくんじゃないかなと思います。だから、ね、僕もね、あのトレードっていうのはすごい勉強してるし、こうやって見てる方にもトレードをね学んでほしいなと思って、ビデオを撮ってますので、僕も成長していきますし、映像を見てる皆さんも、成長していってもらいたいなと思います。全然僕はね本当に、まあ、トレード始めて、まあ、今年、まあ、去年ぐらいからですかね、少しずつトレード勉強したりとかして、まあ、それまでも仮想通貨とかねずっと見てましたけど、まあ、本格的にトレード始めたっていうのはね、ここ数ヶ月なんで、まあ、ここ数ヶ月でも、まあトレードに関しては、まあ、勝率とかもそうだし、過去の事例とかそういった過去チャート見たりとかっていうのは相当してますし、まあ、そこからのやっぱり値動きの予想とか、いろんな、ね、気づきとかも、まあ、今後ね発信していきたいなと思ってます。まあ、昨日だけでもね、まだそんなにお金も入れてないですけど、40万ぐらいとかね利益出てますんで、こういった形でもっともっとね利益を出して、まあ、表立ってね皆さんにシェアできるようになったら、またねもう かなりの勝率を確保できるんだったら、あとはその資金管理とか、このタイミングでこれぐらい入れた方がいいとか、エントリーとかね、利確ポイント、ロスカットポイントとか、そういった、ことも、まあ、多分ですね、僕が思うにはそんなに難しくないというか、シンプルに考えて、すべては、まあ、物事の真理は一つだと思ってるんで、もうシンプルに考えて、王道の、ね、方法で、やっていって、まあ、それをね、自分で満足いくような結果が出れば、まあ、それを皆さんに教えながら、これぐらいでやって、これぐらい稼いだとか、そういった情報もシェアしながらね、皆さんにも稼いでいく方法とか、どうやったらトレードで勝てるのか、そういったところもね、今後も教えていきたいなと思っています。まあ、とりあえずは、まあ、価格予想ってね、動画ですので、一旦少し上がって、山村の、右肩を作る段階でそのまま落ちて、その後に、6000ドルまで落ちるのか、どうかはちょっと微妙なところですけどね。そのタイミング、ただそこはいつなのかっていうと、まあ、直近ではないと思いますね。1日2日以降は、経つと思います。一旦少し上がるとか、一旦その、様子を見るというかね、相場になって、チャートになって、その後に、また落ちるんじゃないかなと思います。だから一旦少し上がった時に、下がりかける様子があるんであれば、そこでショートを仕掛けるっていうのが、まあ、安全に大きな利益を、取れるんじゃないかなと思います。あと、まあ、レバレッジは、ね、低めでいいというか、レバレッジかけなくても全然いいんじゃないかなと思います。あとね、価格っていうか、前から言ってますけど、取引所は、ビットメックスが、いいですので、そこを使ってみたらいいと思います。ということで、今回の動画は以上になりますけども、結構長く喋っちゃいましたね。以上になりますけども、ぜひね、今回の動画が良かったなと思えば、グッドボタンと、チャンネル登録お願いします。あ、動画の、ね、説明欄の方に、僕のメルマガ、LINE アット、Facebook、Twitter、Instagram などもやってますので、それぞれでね、クローズな情報とかも配信してますので、ぜひね、登録とかフォローをしてくれればなと思います。それでは今回の動画以上になります。ご覧いただきありがとうございました。